こんにちは。前回サマータイヤからスタッドレスタイヤに履き替えたので、次回履き替えの春まで洗ってしまっておこうと思います。ついでにリュカトも洗っちゃいます。洗車の後ただ一つ困ることがあります。リュカトの全高が 265cm もある上、ボンネット越しの窓拭きには手が届かないんです。脚立を使えばいいんじゃないのって言われるかもしれませんが、窓拭きって洗車だけとは限らず、泥跳ねや虫汚れ、雪や氷ついたら視界が悪くなるので、停車なんかの休憩した時に拭きたいじゃないですか。かといって脚立をいつも積んでるのも邪魔になるし面倒ですよね。そんな時にちょっとした一工夫があります。ということで終わりまで見ていただけるとわかりますよ。これってブレーキダストで輸入車は特にひどい。もはやこれは欠陥かなと思ったら、それは誤解で間違いです。ドイツを例えるとご存知のアウトバーンでは速度無制限区間があり、必然的に止まるためには高性能なブレーキが必要になります。欧州諸国は日本より制限速度の平均が高いですね。なので欧州輸入車のブレーキパッドやブレーキローターも大きく摩擦で出るダストが増えるわけです。そんな副産物もリュカトに乗るユーザーとしては頼もしいじゃないですか。しかしブレーキダストは摩耗金属粉なので、放っておくと錆の原因にもなるので、こんな機会にでも綺麗にしておきたいと思います。車体底の汚れも落とし、冬道の融雪剤による錆付き防止のためにアンダーシャーシブラックスプレーを吹き付けておきます。マフラーなどの排気筒には耐熱塗料をスプレーしておきます。一冬で結構傷むのでやっておきたい処置だと思いますよ。12月の洗車はさすがに寒いです。ちょっとうかつに思ったのが、洗車した水が夜になったら凍らないかなと心配でした。案の定凍りました。歩道は一生懸命に溶かしました。歩行者の皆さんすみませんでした。これからの季節、洗車場では洗車機からはお湯が出てきますが、氷点下の中で洗車すると吹き上げる間もなく車体が氷に覆われてしまいます。最悪ドアが凍って開かなくなります。そしてさらに凍りついたドアを力任せに開けるとどうなると思います？ドアモールのゴムがちぎれてしまう場合があります。見たケースで日中はポカポカの暖かな日差し、そして夜から朝方にかけて冷え込む。結果はドアが開かない、それどころかドアロックも開かない、ドアミラーが閉じたまま動かないなんてことにもなるんですよ。ほんとなんですよ。北海道の常識として冬場には補助ブレーキはかけない。どうしてかというと、これも凍りついてブレーキ解除できずに走行不能になる。以前に見たことがあるんですが、補助ブレーキをかけたままでもツルンツルンのアイスバーンならば後輪引きずって走っちゃうんですよね。当然まっすぐには走れるわけもなく制御不能に陥りますわ。ただ我が家のデュカトはパーキングレンジのないコンフォートマチックオートなので、廊下 R ギアに入れておかないといけないんだけど、車体が重いので本当にギアが入っているかが不安で濡れた道を走らないときは気をつけてサイドブレーキをかけています。今日はラッキーです。12月とは思えないプラス気温なので、濡れたまま吹きつけるスプレー式のワックスが手までできました。
ワックス掛けをしておくと車に積もった雪下ろしも滑りが良くなって楽になります。
今回の動画が参考になった、面白かった、いやいやまだまだだけどこれからの動画に期待してみようかと思っていただけましたら、高評価とまだの方はチャンネル登録もお願いします。やすみょの旅車でした。